長の差し入れ。でっかい差し入れだにゃ、めっちゃでっかいよ。すごいことです。あ、ちょっとお手紙ついてくれてます。よいしょ、はい、おじさんの顔が書いてあるよ。なんだろう。パン屋さんっぽい。あ、パン屋さん。あ、そうかも。食パンの絵だ。食パンに。あ、なんかいい匂いがする。ヒゲのおじさま。あ、なんか。あ、ヒゲのパン屋って書いてある。ヒゲのパン。おー。すごい、ね、そのまま。ストレートすごい。そのままなんだ。よいしょ、ちょっと開けてみていい？パンじゃないよ。なんだろう。クリームパンみたいな形だよ。おう。ちょっとね、開けてみ。あ、なんかレーズンとかが入った。三色パンならぬ二四六色パン。食かどうかな。でもなんかレーズンっぽいのが入ってて、砂糖がついてて美味しそうです。明日の朝ごはんに食べましょう。よいしょ。実はこの、収録はですね、朝から水道橋に行ったりとかですね、いろいろ体が動いた後に、夜オープンマイクに出て、今ボロボロの状態で走って、そうなんです。それで撮影になりました。ヒゲのパン屋さん、あ、こういうのって美味しそうだよね。お豆が入ってるっぽいよ。あ、あとね、黒犬が好きそうなやつ。リンゴの、あ、かわいい。リンゴのっぽい形がしてる。かわいいね。プルパイ。よかったね。好きだよね。もう朝4時に起きたからね。これも、プルパンじゃないよ。なんかカップに入ってる。カップケーキみたいになってるパンだよ。ほら、はいはい、ね、なんだろう。明日楽しみに、はい、美味しそうです。スイーツっぽい感じの。いただきます。ありがとうございます。3人で明日の朝ごはんはなんか立派なパンで、はい、よいしょ。忘れて食パン食べちゃった。あ、食べ忘れたんじゃならない。いや、大丈夫大丈夫、覚えた。じゃあこれはね、なんか今日はこう、食料品のあのあれが多いそうです。はい、お、美味しそう。クユエン節、ポルボローネ、ほうじ茶のポルボローネ、私が好きそうです。なんか多分ね、ホロホロってするやつだと思う。美味しそうで、しかもほうじ茶、最近の私のお気に入りのほうじ茶です、はい、ほうじ茶ばっかり飲んでいます。そして、お、なんか入れ物もかわいい。乾燥した、あ、切り干し大根。切り干し大根、お、なんかこんな立派な切り干し大根、ね、初めて見た。不揃いなところが高級っぽい。なんかこんな太いの初めて見た。もっと細いヒロヒロっとしたのしか買ったことないの。あ、手作りっぽい感じ。後ろになんか作り方とか書いてあるから、はい、いい、これに沿って作って。いっぱいあるから次々いかないと。はい、はいはい、すごいいっぱいだね。長尺の YouTube になっちゃうよ。あげたいものがたくさんなっちゃってごめんなさいって書いてある、うん、よし、なんだろうな。よし、じゃあ急いで急いで、よいしょ。多分ね、寝ない、眠くなって黒岩さんがあくびしちゃうからね、うん、あ、これはなんだ。ひじき、そのとかじゃなくて見えないな。現状は乾燥した状態みたいな感じだね。うん、へえ。へえ、なんかこんな立派なひじきね、初めて見た。うん、ちょっと料理の仕方はどうだろう。ここには頑張ります。新じゃがっぽいのもあります。あ、美味しそう。かわいい、うん、丸くてさ、ちっちゃくてかわいいんだよね、新じゃがね。じゃがいも好きでーす。ほん、これも開けます。すごいね、うちね、なんか急に食材が豪華に
素材が交換に。あ、じゅんくんたちのお土産です。これはうーん、おやつとかです。すごい。あ、猫の日だし、ね、明日 ね、 ね、よかったね。お、懐かしいチューブ。小さじ見かけないから買った。チャオチューブ。うん、チャオチューブ。前はね、なんか時々買ってました。あ、ワイルドのやつだ。ワイルドさんと。この辺のね、カリカリはジャンクもポンちゃんもめっちゃ好きなので。あ、ポンチュール。あ、これ？あ、ポンってやる。ポンチュール。これは初めてですね。うん、見たことあるけど、買ったことはなかったの。うん。ついなんかね、あ、あれは、うちでも、よく買うやつ。です。トローリン、シーバです。これは、ヤンクもポンちゃんも好きです。そして、やったー。お、ちょっとブラシっぽいのかな。毛繕い、マッサージし、なんか、人間もね、なんか これいうやつあるじゃん、なんだっけ、うん、たわしみたいなやつね、あれのにゃんこバージョン、ね、なんか絵のとことかかわいいし、少しこう尻尾みたいに伸ばしてる、うん、こっち、そうか、ここ絵ではそうなってる、こんな感じ。はい、ありがとうございます。なんかかわいい。あ、もう一個入ってた。あ、これは食器用スポンジ。あ、にゃんこの、にゃんこってちょっとさ、こう、ぬめりが出るのね、ベロからね。それがよく取れるやつだ。ありがとうございます。はい。そして、お、なんか、じゃがいもスティーン。これは、じゃ、黒毛も私も大好きです。なんかさ、こんな立派にちゃんと一個ずつこんな、イケアの袋に、ね。これはね、とっても便利なので、後でうちも使います。はい。ちょこっとパーク。あ、いろんなものがちょっとずつ入ってるよってことなんだ。いろんな、なんかこんなのが流行りなのかな。ねえ、なんか三角の、ね、中に入ってるよね。なんかいいよね、この食べやすくて。ヘルシーっぽい。うん、美味しそう。あ、そして、なぜかこのバケツ容器に入っているのは何でしょう。あ、出たー。まだうちは買ったことないロマネスコ。これかわいいんだよね、なんかね。カリフラワーに、あ、もうカリフラワーって書いてある。そう、なんか別のものがカリフラワーとブロッコリーみたいな両方、うん、なんかすごいよ ね、 いね、このマドンナみたいなぐるぐる。あ、これここミニ巻きみたいになってるよ。はい、こういうのをフラクタルって言います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。そしてまだ1個あるよ。あ、出た。噂のウクレレ。ウクレレ、いっくんが、これでちゃんと弾いたっていうところなんかね。これだったの？こんな感じです。へぇ。ただ、クロケン君は無理です。ジャリンってなるだけでした。対象年齢6歳以上だよ。あ、よかった。6歳超えてた。ということで、これ、この、エコバッグも、とても嬉しいものでございます。ね、これもいただいちゃって。これはきっとね、お買い物で使えます。そうですね、お母さんのガラスの大事なものを運ぶときにも絶対使えそうです。はい、今日はこんな感じでございます。どうもありがとうございました。すごい立派な、飯が増えます。こんな立派な、うちはね、結構贅沢すぎてこれはね、家では買わない、うん、でした。おはようございます、ジャン君、ポンちゃん。昨日はだいぶお疲れの黒犬パパです。その後ろにあるのは何？ミニギターって書いてあるけど、これウクレレじゃんね。はい、ウクレレバッグにジャンポン、後で弾いてみせてね。ねえ、めっちゃかわいいよね。お似合い、お似合いですよ。
はい、あ、ぽんちゃんどう？あ、座り直してくれるの？はい、じゃあぽんちゃん、これを。なななななな、こんな感じ？あ、シュリシュリしちゃうですか？あ、歌ってる。にゃ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 わにゃにゃにゃという感じでしょうか。